おはようございます。寒いの大嫌い釣り子 TV です。こんなね段ボールが届いたんですけども、これねちょっとね気になっていたものが入っているんじゃないかなということで、まあ冬のね、釣りの必需品、早速開けていきたいと思います。はい、お、こんな感じね。はい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 、電熱ベストっていうことで、これね冬の時期に役に立つこうバッテリーであったかくなる、服ですね。これね一つ届いたので開けていきますが、こんな感じの袋に入っていてね、ねどんな感じだろうなっていうことで、はい、お、いろいろ出てきましたね。あ、これね洗濯できるよっていうことで洗濯ネットがついてますね。まあ洗濯で使わないでもこういうのね、タコ釣りの時のタコ入れるのに役立つんで、まあ洗濯ももちろん使えますけどね、がついていて、で今回ねこういう感じね、ここの電熱ベストですね、これを取り寄せてみたんですけども、中はね、はい、中はねいろいろ説明があるんですけども、まあまあシンプルなものですよね。これでこう開けて、はい、じゃじゃーんね、ここにねスイッチがついてるんですけども、あったかそうだな、こういう感じの中身になってますね。このなんだろう、ちょっと熱をね、反射してこう体から出る熱をこう輻射してというか、なんか、非常にねこういう仕様のねあったかいねベストですね。で着てみるとこんな感じ。まあねもうねこれだけでもあったかいんですけども、まあまあ電熱ベストっていうだけあって、これバッテリーつけるところはどこかな、ちょっと待ってくださいね。こっちのポケットね、この中にこういう感じで USB の口がついております。もうね説明書とかはあるけど、はい、モバイルバッテリーね、これをまあ、基本的にはこういうものってつけてね、つきました。でポケットに入れておいて、で多分ここのスイッチを押す、あ、いいですね。はい、こんな感じでつきました。これがここのあったかさを司っていて、こっちをつけると背面のね背中の方があったかくなるっていうことでね、早速ねちょっとね待っていてみようかなと。結構ねこの手のねいろいろ使ってるんですけど、本当にね素早くあったかくなるので、あー来た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 、あ早いですね。いい感じでね、ちょっとね大きめのねサイズを頼んでみたんですけども、っていうのも、これね去年買ったやつね、これがあってすごいね良くて、まあ昨年末で言うと冬場とかね結構夜のシーバス釣りとか精力的にやっていたじゃないですか。それもこれもね下にこれを着ていたからなんですよね。それで非常にあったかい状態で釣りすることができたんで、まあ、集中力が上がって結果当たりが取れたっていうことで、でもうね1枚だけだとねちょっとねやっぱり寒いななんていう時があったんですね。それでこれねちょっとダウンっていう感じじゃなくて、ベスト、なんていうかな、こっちがね、まあ、ダウンみたいなやつだったんですけど、
それの上にねさらにこう羽織って着れないかなっていうことで作戦としてはまあこう着ますわね。うんね。でこれもはいこんな感じでついて、これがね結構旧型のモデルだからあったかくなる場所がねポイントが微妙に違くて、でこれにさらにこのベストタイプのやつを重ね着してってことでちょっとねサイズ大きめのやつ頼んだんですよ。はいダブルね。で結構ね使ってる感じだとこの胴体周りをちゃんと温めておくとこっちのなんだろうこういうところに太い血管が通ってるから結果手のね先の方までしっかりねじんわり温かくなるんですよね。まあここら辺をしっかり温めておくとっていうことで、まあ例えば1月2月の玄関期に、温かく集中力を高めて当たりをね待つそんな時のもう一段階あったかい装備っていうことで、まあダウン素材のものとベスト素材のものをね、これをね、ダブルスタンバイで今年は冬の釣りに取り組んでいこうかなって思います。で、実際にね、使ってみているところなんかも感想とかねお伝えできればと思うんですけども、今ね両方スイッチ入れてるんですけども、室内だともうちょっとね暑くてね着てたくないぐらいね。で、ですね、注意事項とかいろいろあると思うんですけど、気になるのはね、お洗濯ですよね。だからね、モバイルバッテリー、ケーブルを取り外して、電熱線から出ている USB をポケットの中に収納して、ファスナーをしっかり締める。背面の隠しファスナーを開け、発熱パックを取り出す。洗濯袋に入れてから手洗いか洗濯機で洗ってください。必ず、完全に乾燥させてからご使用ください。乾燥機のご利用はお控えください。低温アイロンはご利用いただけます。などのね、説明書きが入っていて、で、ですね、その、熱の A モード、B モード、C モードって、まあ、3箇所、2箇所、全体5箇所っていう感じで、まあだからね、この新しいやつは、こっち、こっちで、こっちこっちこっちってね温められるようになったんでこれによってあちょっとね今もう暑いぐらいになってきたんですけどこれはねまあ作戦大成功かな。これ開けたらこっちにもねこうダブルスタンバイでねこういう感じであるんですけどもこんな感じで、今年はあったかにねやっていこうかなっていうところとこれのねいいところ例えば家で一人でパソコン作業とかをするときに、USB コードをつなげられるようなものを引っ張ってきてそれでですね直接これにね挿してそうするとね、エアコンとかね空調つけなくても部屋でこうパチ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 作業しててもね、寒くならないんですよね。多分ねコストパフォーマンスとかもねいいんじゃないかななんて思っていてだからまあ例えば自分なんかだと釣ってきた後の動画の編集そんな時はねこういうのをね羽織ってで家の中でパソコンで動かないからもう直接、なんだろう電源からこれに接続しちゃってそれで作業をするっていうねそんな感じで使ったりしております。はいというわけでね、今回ね新しくねこれを手に入れてみたんですけども実際の釣り場でねあーこれは助かったなーなんていう時はそんなところもねまた引き続きお伝えしていければと思いますのでで結構ねまあ今いろんなところでこの手の電熱ベストとかね電熱コートとか、売ってますけども、Amazon とかでね探すとね非常にまあ安いやつはね安く買えたりしますのでこれなんかもね比較的お求めやすい価格で手に入る商品じゃないかなと思うので、下のところにねリンクというかそうですね説明欄概要欄にリンク先、貼っておきますので、気になった人はねぜひねチェックしてみてくださいね。この他にも靴下であるとか最近だとなんかマフラーとかなんかいろいろなものがあるので
き続き気になったものはね、取り寄せてみて、それでもって、レビューしていこうと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。結構ね、冬場の、まあ、海釣りバス釣り問わずね、これあるとね、ほんと集中力が高まるんで、おすすめであります。はい、というわけでね、本日の釣り子 TV はこちら。これなんていうものかな、まあまあ、こんな感じのね、メーカーです。ビナモリとかなのかな、ビナモリなんだろうね。まあこれで打ち込むとね、いっぱい商品が電熱ベストとか言って出てきますんで、チェックしてみてください。はい、というわけで、釣り子 TV でした。また会おうぜ。